伊田城は、神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷、中原区伊田付近にあったとされる、日本の山城。神奈川県立、中原養護学校あたりだったといい、近傍の看板緑地の蟹ヶ谷古墳群を、伊田城土塁と誤認する言説がある。八上川右岸の高台にあり、東急東横線元住吉駅から西に 1.5km ほど離れた神奈川県立。 中原用語学校がある付近が城跡と伝わる。城主は中田氏と伝えられ、一族の一人、中高が守るは御法城氏に仕え、小机州として、伊田城のほか、八神城や川島の地を領有したが、1590年の小田原城落城時に粉死したという。日本城郭体系などでは、八神川の崖線に沿うように土塁や櫓台が残ると、される。 中原養子学校北側の看板緑地として公園化されている台地の沿辺には実際に土類または矢倉台状の高まりが存在するが、これらは古墳時代後期のカニガヤ古墳群という3期の古墳であり、中央の1期が前方公園墳であるため、細長く土る以上に見えているものである。川崎市や専修大学、 日本大学により2012年度から2016年度に実施された発掘調査では古墳の修行とみられる溝状遺構が確認され、埴輪ワなども出土したものの古墳を土類に転用した痕跡など上郭の存在を示すような成果は報告されていない。 また中原養護学校の建設時にも発掘調査が行われているが、縄文時代古墳時代にかけての集落遺構は発見されているものの、城郭関連遺構が発見されたという報告はなく、現存する城の遺構は考古学的方法では特定されていない。オールイ1967ピアニッシモ、八十平井2017ピアニッシモ、三小玉。 坪井い1980大類ル九1967ピアニッシも80度を田二千2016高く2017ありがとうございます。